It's all about the computer. We can get the computer. All right, we've got one more group that we can talk about, and then we're going to race our last group. How you guys doing here? Cool. Fun? Yeah. Fastest we blow wood, Andrew! I do, parking lot afterwards. Oh, not good. No. Ah, what is that? You stick to it. Terrible. But always won. Always won. I remember mine would be like that one that says Rhino, the black one, where like I thought it was cool, and then I come here and all the others look so much better. Coming. So much fun. Yeah. Great. What part of town are you guys staying in? I stay in Stone. Like State Beach? Yeah, beach. Road? Yeah, State Beach. Do you know where it's at? Okay. It's Airbnb? Yeah. Oh, did you look at the waves? No. Well, I mean, there might be little waves at Silverstrand. Hey. Yeah, this friend sent me a video earlier. I don't know what to just check it out. Right. Oh, it might be kind of ugly, but. For Barbie. How long are you in town for? About 24. So 24th. Oh, for a while. Yeah. And you're staying Carpinteria the whole time? Mm-hmm. Oh, nice. Okay, we'll have to have you guys over for dinner. We'll go out to dinner both. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, if you're looking for somewhere to surf though, I think I saw a video from Silverstrand. So there's little waves worth looking. Yeah. I send you. Cool. All right, sounds good. See you guys in a little bit. Bye. She gives a good one. 1 second! Yeah, so. You want to race? Hey! Are you leaving? Yeah. Okay, pleasure meeting you. Pleasure meeting you. See you soon. Congratulations. Mm-hmm. Bye bye. いいよね、じゃあちょっと寒そうなんであと30分ぐらいここで喋れます。多分死ぬと思う。凍死すると思う。あ、来た。あ、できるね。でも見て、生ハムあったよ。
ステーションゼロで何あげようかな。今日波なかったね、というより。というよりなかったっすね。ワン、ツー、ツーだったから、まあ、かろうじてちょっとやろうかなと思ったけど、できなかったね。ダメでした。まあ、やろうと思えば全然できたけどね。ちょっとバカになってる部分はある。ちょっと時間帯的にも、風の強さ的にも、ちょっとなんかあんま、あれでしたね。テンションが。ゴーになんなかった。今日は休もうって感じだったね。明日から波が上がるみたいな。そう、明日から波上がってきて、デンさんもさっきメールくれて、もう優しすぎるよね。毎日連絡くれるよ。やろうみたいな。そう、もう明日波上がりそうだよみたいな。あつ、やりたい。明日やろうよみたいな。朝は、今日の朝はデンさんの息子の、そう、サミーのなんかレースに見に行ったんですよね。そう、あのボーイスカウトに入っててサミーが、息子が、でそれの1年に1回の自分たちなんか木を拾ってそれを削ったりとかして車を作るんだって。でそれの誰が一番速かったかっていうレースみたいなのが今あって、でそれ昨日デンさんが見に来るって言ってくれたから、え、見に行ってみようかなと思って見に行って、面白かったっす。面白サミーの、サミーは何の賞をゲットしたんですか。あれはなんかユニーク賞みたいな、一番こう形とか見た目がすげえ活かしてたみたいな感じ。え、サミーなんかパトカーじゃなかったですか。そう、なんか昨日はパトカーだったらしいの。なんか船になってましたでしょ。そう、昨日も一緒、でもそのパトカーと2台作ったんだって。でパトカーにするかもう1台にするかっていうのに昨日も悩んでて、でデーンがそのもう一個の方持ってきてよって言ったら、そのママがどこでやったか分かんないみたいな、俺どこに見つかんないんだよってママが多分知ってると思うみたいな感じで昨日は見れなかったの。ああ、なるほど。そうで、なんかママが多分見つけてきてくれて、でそっちにしたらしい。したら遅かったらしいんだけど遅かったらしいんだけど、けど見た目はめちゃくちゃユニークで、そう2個ぐらい賞もらってたよね。うん、もらってましたね。ね、だからすごいよね。え、奥様も今日は会えましたね。ね、会えた。めちゃくちゃいい人だった。あのバーベキューしようって言ってくれたし、お楽しかった、ね、大豪邸で。大豪邸で最高だよね。最高ですね。楽しみだね。楽しみです。まあ、で明日またデンさんがあの海行こうって言ってくれてるから、まあ、多分デンさんが仕事じゃない限りは毎日一緒に海行ったりとか、波あるんだったらやると思うんだけど。そうで、撮影のこと、本の撮影のこととかも話したからよ、ちょっとだけ。まあ、それの実行もしなきゃいけないし、楽しそうだね。そうっすね。また明日からでもすげえまた楽しくなると思う。毎日波あるから。ああ、毎日なりそうですね。毎日ありそうで、またドーンとでかくなる時もあるし、その時は、まあ、どうなるか分かんないけど、どっちにしろ明日からがスタート。なんか楽しそうな感じするね。あのレンも来てるみたいで、わかんの。ああ、紫の。そう、あの茅ヶ崎の後輩なんだけど、お相手って もう全然ちっちゃいけど。そうで、レンもこっちにいるから、ハンティントンの方にいるって言ってるから、来なよって言ってて、でまあ明日来れるか分かんないけど、月曜日からもしかしたら来れるかもって言ってたから、まあ、レンとかとも一緒にサーフィンできたらなと思って、まあ、連絡してるんで、ちょこちょこまた、まあ、デンさんだね、一番は。楽しい映像がたくさん見れると思いますね。なのでまた明日からお願いします。今日は緩い感じで。緩かったっすね。はい、一日いい日だった。でもいい日でした。いい日だった。もう一回オフみたいな感じでサミーのやつも見れたし、あれやりたい、日本でも。ああいうの、え、ああいうのやりたい、日本で。どういうのですか。あのサミーがやってたような、子供たちに。じゃあやってくださいよ。やろうかな。いざが必要もない。なんかあの今日の終わった後、あの幼稚園とか小学校作るって言ってたそんな簡単、そんな簡単に言うけどさ無理でしょなんか個性が。大橋園長先生ってことですか。いや俺は園長先生じゃないな、あの飼育係ぐらいの感じでいいかな飼育員みたいな、飼育員長とか。それからあのほらよく言うじゃん、あのなんか唾液とかのしてるじゃん、学校に。用務員さんみたいな。用務員さん。いざが校長先生。なるほど、園長先生ですね。園長先生面白いね。でも子供たちは可愛かったっす。超可愛かったね。まあ、また子供たちと遊べる日を、明日かな、日曜日だし。言ってもらおう。言ってもらおう。